小林誠司、よっしゃ、4年4億の契約勝ち取ったぞ。ここ4年の成績。グッズ収入があるからね。もうケツ叩かれることもなさそうだな。でも小林は大城がいなければ日本一にチームを導いてたはずだから。グッズが売れるベンチの置物。2022年めっちゃ売ってるやん。今年首の可能性ある？ぶっちゃけこれなら守備うまい若手使った方が良いな。なんで FA でもないのにそんな中型契約結んだんや？こいつはもっと叩かれていいのになぜか叩かれない不思議。何がやばいって、この選手と守備指導も打撃指導もリーグトップクラスの大城を比較して小林使え使え騒いでる層がそれなりにいるのがやばい。大城の方が年俸低いという衝撃。というかなんでこんなに打てないの？とこぐらいは打ててるやん。2019のプレミア出て活躍したからな。あれがなければ4年3億ぐらいやったやろう。レイはリバッターに4年3億。未来予知できるのか。2019の小林にいくら提示すれば納得するんや。しんのすけの方針で争うことすらやめてるからな。大城が打てば負けても満足らしいし。3週連続で週1勤務だしな。皆さんは小林選手の現状どう思いますか。コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。